佐賀労働局によりますと県内で仕事を探す人1人に何件の求人があるかを示す有効求人倍率は11月が1.28倍と前の月から0.02ポイント減少したものの7月から5か月連続で1.2倍を超えています新規求人数は6237人と新型コロナの影響がなかったおととしの同じ月と比べても3.3%増加していて コロナ前の水準に戻りつつあるということですまた11月は感染状況が落ち着いていたことから給食活動を控えていた人が再び動き出し有効給食者数は前の月と比べて1.2%増加しました佐賀労働局は雇用情勢は回復してきている一方半導体不足や原油価格の高騰 また新たな変異株の感染防止対策が雇用に与える影響に注視する必要があるとしています。